皆さんの最寄り駅では電車の乗車位置をどうやって案内していますか？関西以外の多くの鉄道会社では何両何ドア何両何扉車のように両数とドア枚数で乗車位置を区別しています。例えば JR 東日本の場合、この列車は2つドア15両です、この列車は10両です、この列車はオール2階建て2つドアです。ドア枚数と両数で乗車位置を案内していますね。これに対し JR 西日本をはじめとする関西や中国地方の鉄道会社では色や記号と番号で乗車位置を区別していることが多いです。足元白色三角印、1番から8番で2列に並んでお待ちください。前車の案内は両数やドア枚数のパターンが少ない時に有効であり、後車のパターンは両数やドアの枚数が電車によって大きく異なる時に分かりやすいという利点を持ちます。では今回の主役南海電車はというと、南海電車は駅や路線により乗車位置案内を臨機応変に使い分けています。大阪市内の主要駅や南海本線の主要駅では記号と色による案内を行っている一方で、郊外の駅では何両何ドアという案内が基本です。この動画で取り上げる橋本駅も郊外の主要駅なので何両何ドアという乗車位置が整備されているのですが、まず発車表を見てみましょう。ここに両数とドア枚数が交互に表示されます。ではその横にある表示にご注目ください。それ何？この個性があふれている発車表を読み解くには、橋本駅の構造から知っておく必要があります。南海橋本駅はわずか1面2線しかない小規模な設計の割に重要な役割を担っています。というのもこの駅は系統分離の分岐点になっています。簡単に言うと、大阪方面から来た電車の大半はこの駅で折り返し、高野山方面から来た電車もこの駅で折り返します。当駅を通して難波高野山間を直通する電車は特急高野を除けば快速急行数本、急行1本しかありません。当駅で折り返し運転を行うということは、必然的に当駅での停車時間は長くなります。停車時間は長いのに使える線路は2本しかありません。それだとすぐにホームが満線になってしまい、電車が橋本駅に入れなくなってしまいますよね。この対策として南海橋本駅では積極的に縦列停車を実施しています。この2本の電車は決して連結するために待機しているわけではありません。左手の電車は高野山から来た当駅までの電車、右手の電車は当駅折り返しの急行難波行きです。どうせ互いに当駅から先に行かないのなら1本の線路に入れちゃえばいいじゃないという柔軟すぎる発想で乗り切っているのです。この縦列停車のせいで南海橋本駅における電車の停車位置は電車の両数と行き先により大きく変わります。それでは南海橋本駅の電車停車位置を整理しましょう。高野山側から来て高野山方面へ折り返す電車は基本的に2両か4両です。難波発の急行高野山行きも4両、快速急行は当駅まで8両で運転しますが、当駅で切り離しを行い4両になります。これらの電車は難波方の線路を開けておくため高野山側に止まります。このため高野山行きの電車の停車位置はホームの高野山側に偏っています。一方難波方から来て難波方面へ折り返す電車は6両から8両で運転されるのが基本です。6両の場合、高野山側の2両分を空けて難波側の6両分を使います。8両の場合、橋本駅のホームは8両分しかありませんからホームいっぱいに停車します。当駅を通して運転する4両の特急高野と当駅折り返し特急林間は行き先に関わらず堂々とホームの中ほどに止まります。ということで高野山方2両、高野山方4両、難波方6両、
8両、ホーム中ほど4両、以上5パターンの停車位置が当駅には存在します。さらにそれを停車位置案内に反映させるときに一定のルールに沿って色分けしています。両数とは関係なく、高野山行きの特急は青色、難波行きの特急は水色、高野山行きは赤色、難波行きは緑色、たまに黄色、天空は紫色、非営業列車は白色という風に使い分けています。ちなみにここに表示される色と乗車位置の色は別に連動しているわけではありません。例えば停車位置が水色で表示されているからといって足元の乗車位置が水色なわけではありません。足元の乗車位置はそれとは関係なく、4扉車は赤色、2扉車は黄色、特急はドア位置により赤、青という区別しかなされていません。ちなみに赤色乗車位置と青色乗車位置、どこで待てばよいのかは放送でも発車表でも一切案内されません。つまり停車位置案内と乗車位置の色はほとんど合致しません。これも紛らわしさを助長する一つの原因といえます。そういうわけで、分かりやすいように図に起こしてくれた結果、時と場合により分かりづらくなるのが発車表の右脇に設けられているこの表示板なのです。これらの写真で案内されている停車位置は非常に分かりづらく見えますよね。というのも、先述した通り、これらの縦列停車と柔軟なホーム運用は南海橋本駅に2つしか線路がなく、同時に少しでも多くの電車を止めるための工夫です。つまり1つの線路に同時に複数の電車が在線するというホームの運用方法がまず紛らわしいので、いくら案内を工夫したところで一定レベルの分かりづらさが残ってしまうのは避けられないのです。では最後に問題です。実際の案内表示を出しますので、一体ホームで何が行われているのかを正しく説明してください。制限時間は10秒、用意始め。正解は4番乗り場で当駅折り返し、6両の難波行き急行と高野山から来た橋本止まりの2両の普通が縦列停車、その横で5番乗り場難波発高野山極楽橋行きの快速急行が切り離しを行い、前4両が高野山極楽橋行き、後ろ4両が当駅止まりとなっている様子でした。ってこんなんわかるかい。以上、南海橋本駅の難解な発車表でした。それではまた。到着の電車は当駅までです。ご乗車ください。